皆さんこんにちは、久保です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。さて今日はリップルについて話したいと思います。で、まあ皆さんご存知の通り、リップルはですね、アメリカのセック、証券取引委員会から訴訟を受けていて、で、まあ、アメリカ国内でですね、有価証券登録を行っていない状態で、まあ1300億円資金調達したということで、まあ訴えられて、で、それに今反論していると。で、その、まあ、正直ですね、裁判の結果というか、進行次第でもう動きがブンブンするので、まあ、非常にね、トレードは正直難しい。仮想通貨全体のその動きと、なんかその個別のリップル特有のこの裁判ネタに関する動きがですね、逆行することがある。例えば、まあ、今は、こういう形で、これ、コインマーケット、トータルキャップ、全体の時価総額ですね、が、こう、上がっているという中で、で、まあ、リップルもこう上がってるんですけども、例えば、このマイナスファンダーがですね、の裁判系で出ると、全体の時価総額が上がってる中でも、逆行とか全然起きてしまうんですよね。はい。で、まあそういった点を踏まえて、で、裁判はですね、10月までは、行われるようですので、それに向けて、まあいろいろですね、まあ今はバイナンスに、書類を、まあ、出してくれるように求めてるみたいな。リップの言い分としては、アメリカ国内で売ってなくて、海外の取引所で販売してたと。なので、まあ、違法じゃないよということを言ってるんで、じゃあ、それを証明するもの出しなさいみたいな形で、で、まあ、バイナンスとかに今、そういった書類を求めているようです。はい。で、まあ、そういった、状況を踏まえて話していきます。はい。で、まあ、先ほど見てもらった通り、仮想通貨全体が、こう、強い、戻り、を見せていると。で、これは、フィボナッチっていう、まあ、黄金率を使った。で、よく意識されるのは、半値と、あとは、ここですね、38.2%。はい。あとは、61.8%。ここら辺がよく意識されるんですけども、まあ、見事にですね、ここで、38.2% のところで戻って、で、50%、半年のところもこう、ちょっと大きくしましょうか。はい。まあ、ここから、ここまでは押しているという感じで、やっぱまあ見てる人は見てるっていう感じなんですよね。で、全体の指標としては、50% を超えて、まあ、昨日も陽線になっていると。で、まあ、かなり本当に強い。7月の20日、21日から、これイーロン・マスクさんとか、あの辺の、イベントで、プラスファンダーということで、ショートが買い戻されたという感じなんですけど、リップに関して言うと、ちょうど 38.2 のところまでしか戻ってないんで、まあ、仮想通貨全体は 50% 以上戻ってるんですけども、まあ、ビットコインも 50% ぐらいですかね。はい。で、強いものは、もう70、この辺まで戻してるんですけど、その中で、38.2% までしか戻っていないリップルっていうのは、やっぱ上値は重いということです。はい。で、あとはここの、ちょうどですね、この線、トレンドラインが、大きな時間軸で引けるんですけども、ここと 38.2 のところ、ちょうど重なるところで反発を受けていて、で、一旦はここをね、すんなりスイスイ抜いていくってことは難しいと思っています。で、日足の移動平均線的にもですね、こう、非常に絡み合ってる感じで、こういう時ってレンジになりやすいんですよね。これは4本今出てるじゃないですか。で、4時間で見てみましょう。もうちょっと短い時間軸で見てみると、こんな感じで、まあ、綺麗に、移動平均線が揃っているという状態です。はい。なので、こういう時っていうのはトレンドが出てるんですけど、まあ、一旦は、上値抑えられて、で、ただ短期では、上のトレンドが出ていると。
で、冷やし。これをまあ中期と言うんであれば、中期はレンジということで、まあ大きなこう三角のレンジっていうのを作りに行ってるんじゃないかなと思います。で、なので一旦抑えられては、もちろんですね、その、まあ、ビットコインとかの影響も受けるので、まあ、ビットコイン次第っていうところもあるんですけども、ちょっとビットコインもこの4万6000、7000っていうのは重いなっていう雰囲気をさすがに感じます。なので、まあ、この辺を停滞する、ビットコインが停滞するんであれば、何かマイナスファンダが出たきっかけで、利益確定の、ロングの、逆巻き戻しっていうのが起きてくると思います。で、まあ、その際には、リップルももちろん引っ張られて下がると。で、さっきも言った通り、こういった時はレンジになりやすいので、まあ、こんな感じで煮詰まっていくんじゃないか。なので、まあ、すぐですね、ここを突破して、50%、60.8% っていう抜けるには、まあ、非常に強い、裁判系に関する、進展のネタっていうのが必要です。で、まあ、それが出た時には上がるでしょう。はい。で、それがない状態で言うとですね、まあ、この辺はちょっと上の方で揉み合って押されて、でも、まあ、盛り返してくると。さっき言った通り、4時間のトレンドでは、上になっているので、まあ、押されながらも、戻って。という形で、それで、ま、時間を費やす。で、9月、10月に、裁判系の進展する、結果を受けて、で、まあ、個人的には、ここはブレイクしていくとは思ってるんですけども、もちろんその裁判のね、状況次第というところではあります。はい。あとは仮想通貨全体が、この秋ですね、まあ、個人的に年末高値トライしていくと思っているので、まあ、それに、それを加味したらやっぱりここは抜けてくると。まあ、仮想通貨あまりにもね、その強い勢いになったら、まあ、裁判の進展がない状態でも、リップルはそれに引っ張られていくと。で、その時には、まあ、ビットコインはね、例えば高値トライとかしてる状態かもしれないんですけども、まあ、リップルはその重しっていうのがあるので、裁判の重しっていうのがあるので、まあ、高値までは行きづらいかなということは想像できます。はい。で、それが、重しがなくなった時は、本当に非常に可能性があると考えていて、ビットコインは2017年の高値が、から、マックス3倍ちょっとですかね、高値更新してるんですけども、まあ、リップに関してはしてないわけなんですよね。はい。なので、上を見たら、まあ、その伸び率で考えたら、6ドルぐらいまでっていうのは、まあ、本来であればですね、まあ、ビットコインもイーサリアンも同じように2017年と2021年の高値比較したら、まあ、相当上を伸びてるわけなんですけど、リップルは、そこまで全然至ってないと。それがその裁判のことがあるわけなんですけど、この重しが取れた時には本当にぶっ飛んでいくと、追いついていくという形で非常に、興味はというか、面白い通貨ではあると思います。はい。なので、時期をですね、見極めて、ね、その来たる時をですね、まあ、もちろん今、ホールドして持っている人っていうのは、まあ、そのままでいいと思うんですけども、はい。トレーダーとしては、そういった時期が来たら、そこは、ロングなり、まあ、現物なり、持って、取りに行くと非常に期待値が高いかなと思ってますので。なので、まあ、引き続きですね、リップル、解説してほしいという声もありましたし、個人的にも、上値の、伸びしろっていうのは非常にあると思っているので、ここもウォッチしつつ、また新しい情報あったらですね、話していきたいと思います。はい。ということで、今日は、リップルの、まあ、チャート分析をメインに話しました。はい。では、今日はこんなところで終わりたいと思います。はい。では、いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。